こんにちは、りょうです。今回はですね、なんとやっとデブが3ヶ月で腹筋を割るという企画が終了いたしました。イエーイ。それでは、まあ、早速、まあ、3ヶ月で腹筋は割れたのか、どう割ったのか、結果発表やっていこうと思います。結果発表！日が7月17日の金曜日です。上がっていきます。はい、56.0kg。体脂肪率 17.4% ですね。よし。はい、今日の日付が7月17日です。じゃあ、カレーをお見せしていきます。はい、というわけで、まあ、この3ヶ月で腹筋を割るっていう企画として、腹筋が割れたのかといえば、まあ、3ヶ月ではね難しかったのかもしれないんですけど、まあ、体重がね3ヶ月で、-10kg、 体脂肪率も -7% ということで、まあ、だいぶね自分としても変われたんじゃないかなと思います。そしてね、もう一つ、あと自分はねこれから、まあ、9月ぐらいに今ねアマチュアのジムで今ねボクシングをね練習してるんですけど、プロボクサーをね目指して、9月頃に、プロのジムに新たにね入門するつもりでいます。ですので、まあ、今回ね腹筋を割ることはできなかったんですけど、これからねプロを目指して体作りをねもっと継続していきたいですし、無駄な脂肪はね落としたんで、まあ、筋トレとかをしっかりやって、まあ、筋肉をつける方向に、持っていきたいなと思っております。これにて、デブが3ヶ月で腹筋を割るという、企画を終了いたします。この3ヶ月間ね応援してくださった方、本当にありがとうございます。これから自分は今ねだいぶ体がね半年前とか1年前の引きこもりだった頃の自分とは違うとね思ってるし、メンタル面の方もだいぶ元気になってきたんで、前向きになれて、いるんで、これから、まあ、自分の夢とか目標に向かって進んでいこうと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。